眠い。それもこれも分隊長が今朝までに資料をまとめろなんて言うから。モブリットさん、ひどい顔ですよ。少し寝てきた方がいいんじゃ。いや、夕方から兵団の会議があるんだ。今寝たら確実に寝坊する。実は君にもいろいろと用事があったんだが、すまん、今は何も考えられそうにない。今度でもいいか？ありがとう。そう言ってもらえると助かるよ。モブリットさん、会議が終わったらちゃんと寝てください。そのうち倒れちゃいますよ。いや、大丈夫大丈夫。モブリットは強いからね。分隊長、会議は夕方からって話でしたよね。うん、そうだよ。ただ、会議にあたってやっておきたい実験があってね。こいつの言う通りですよ、分隊長。もう少し休憩時間を。死んでしまいます。心配ないって、すぐ済むからさ。じゃ、エレンも君もまた今度。さあ、行くぞ、モブリット。分隊長、すまない。それじゃあ、また後でな。アルミ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おい、アルミ。ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな。ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？だよな、あいつどうしちまったんだ。疲れてんのかな。あの様子ちょっと心配だな。手分けしてあいつを探しに行こうぜ。僕の役立たず！うわあ！いつからいたの？もしかして見てた？ここ最近ちょっと頭がいっぱいで、こうでもしないとやってられないんだ。少し前にキース教官に呼び出された日があっただろう。あの時壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな。その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで本当に良かったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど、本当に頼りにしてるんだ、君のこと。今日こそお詫びを果たそう。
昔の話を少し用意しておいたから。楽しみ。楽しい話ではないと思うけど、エレンとアルミンは幼なじみで、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつもとにかくたくさんいた。アルミンは外の世界に興味があったから、そのことで他の子供にいじめられることがあって、そうするとエレンが飛び出していってアルミンをかばってよく喧嘩していた。エレンは熱くなるとすぐに突っ込んでいく。今もそうだ。だから私がエレンを助けてあげないとダメで、たまにハンネスさんも、ハンネスさんは駐屯兵でよく昼間からお酒を飲んでいて、それからそう、ならそうさせてもらう。こういう話をするのは初めてだから、頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しい。だけど次はもっとうまく話せるようにする。まさかあのリヴァイ兵士長が合同訓練を監督してくれ。いいとこ見せねえと。あの人に認められれば早く昇格できるかもしれねえ。壁内全土から集められてるから知らない顔が多いね。ったくあいつらのんきだな。こう焦って変な動きでもされたら連携取れないぞ。邪魔しないでよね、私の獲物よ。うるせえ、手柄は俺のもんだ。訓練は中止だ。しかし訓練はまだ始まってすら。全員解散しろ。リヴァイ兵長は勝手だ。訓練を任されたからには最後までやり通す義務がある。多分僕たちが兵長にいいところを見せようとして協調性のないことばかり言ってたから呆れちゃったんだよ。兵長は壁の外の怖さを知ってる人だ。だからこそ僕たちの様子に失望したんじゃないかな。まあここで話していても仕方ねえよ。とりあえず今日はもう兵舎に戻ろうぜ。お前か。なんだ、さっさと帰れ。そりゃ残念だったな。恨むなら
お前の同期とも恨んでおけ。もしかするとお前やエレンには技術や戦術よりも先に指導してやるべきことがあるのかもしれねえな。安心しろ、エルヴィンの命令である以上指導は続ける。次は壁外任務に連れて行く。巨人の殺し方を教えてやる。仕方ねえな。教材にするにはクソすぎる状況だな。なあ、行くぜ。おい、ビビって嫌がるのか。値を上げるのは勝手だが、エルヴィンたちの期待を裏切るんじゃねえぞ。巨人どもに殺されずに生き残れ、それが最低限の課題だ。俺が倒す。まだ戦えるならさっさと行け。落とした。救援要請だ。倒した。おい、俺が倒す。やってやる。まずいな。誰か加勢してくれ。皆さんは頼もしいな。そう思うなら落ち着いたらどうだ。飛行士の方がよっぽどおとなしいぞ。救援要請だ。よく倒した。やってやる。敵じゃねえんだよ。すごいじゃないか。俺が倒す。打ちのめす。行くぜ。ありがとう。やってやる。黙りろ。できてよかった。Kick!
ちのめ。あの巨人なんか面白そう。まだ青いが、動きそのものは悪くねえようだ。どうやらお前を指導しろというエルヴィンの命令は正しかったようだな。少し厳しい指導内容かとも思ったが、食らいついてきたようだな。いや、これぐらいじゃねえと指導のしがいがねえ。今後も励めよ。これでもてめえには期待してるんだ。がっかりさせるんじゃねえぞ。何か提案が。意見があればいつでも。今日はどうするの？また来てね。何か提案がある。意見があればいつでも来い。どの任務を引き受け。はい。ヘッホップ。ヘイ。行くぜ。やるしかない。戦闘開始だ。はい。ホップ。ヘイ。打ちのめす。落とした。救援要請か。放ってはおけないよな。ごめんね、助かったよ。
私はここで最善を尽くしたい。だって自分でこの道を選んだんだから。敵じゃねえんだよ。なかなかやるな。ま、俺には及ばねえけどよ。俺が倒す。どうだ。何？あの巨人怖いよ。落とした。どうだ？生身の！
もう世話の焼ける。はい、シェイ。この作戦うまくいくはずだ。はい、シェイ。俺が倒す。任せたぜ。頼むぜ。はい、巨人どもをやっちまってくれ。安心しちゃったよ。ありがとう。僕も君を見習わないと。敵じゃねえんだよ。はい、俺が倒す。任せたぜ。任せて。できてよかった。はい。ヘッハッ。俺が倒す。あっ。じゃあ、消えろ。ハッ。どうだ。手強い。ハッ。うん、倒した。やってやる。ほっ。じゃあ、消えろ。ハッ。ヘッ。ありがとう、サシャ。お礼に後でパンをあげる。が、くれるんですか？何か裏とかないですよね。救援要請。よっ、僕も君を見習わないと。Peace!
どうした？手を貸して、お願い。ありがとう、サシャ。あなたのおかげで助かったよ。いえ、クリスタが無事で安心しました。一緒にここを切り抜けましょう。よっへん。押せよ。敵じゃねえんだよ。はい。何であろうと、私は倒す。確認した。援護に向かう。助かったよ。
ぶっ倒した。あの色は助けに行かなきゃ。生身ろ。よっ、大砲。行くぜ。敵じゃねえんだよ。敵が倒す。生身ろ。敵のメス。ぶっ倒した。行くぜ。敵じゃねえんだよ。よっ。シッ。俺が倒す。頼むぜ。に世話を焼かれちまった。エレンはもっと私といるべき。でないと早死にする。生身ろ。おい、へえ、やるじゃねえか。やっ、倒した。俺が倒す。敵じゃねえんだよ。イカサ頼むぜ。悪い、手を貸してくれ。おい、ほっ、ふん、し、はっ、おい、どうだ、はっ、やっ、はっ、黙りろ、俺が倒す、はっ。大軌道は一瞬だけ強めに吹かして慣性を利用した方が消費が少なくて済むんだ。俺が倒す。はっ、倒す。はっ、倒した。へっ、ほっ、シッ、行くぜ。はっ、
何を作りたい？また来てくれよな。おいおい、ライナーとベルトルトの手からエレンを奪還した後、彼は調査兵団を支える優秀な兵士として着実に評価を高めていった。だが彼の求めるものは評価や名声ではない。5年前のあの日から彼が抱き続けた願いは、己から全てを奪った仇敵を打ち果たすこと、そして巨人の手に落ちた故郷を取り戻すことだ。それだけを胸に彼は幾多の視線をくぐり抜け、兵士としての力を磨き続けてきた。そしてついに決戦の時は訪れる。これは名もなき兵士が残した最後の記録である。なあ、俺たちこれからどうなるんだ？まずはエレンの力について調べることが優先だろうけど、具体的なことはわからない。今までとは状況が違いすぎるよ。あの皆さん、なんだか妙に騒がしくありませんか？ええ、なんだかピリピリしてる。何かあったに違いない。お前たち、急ぎ戦闘の準備をしろ。戦闘？何があったんですか？ウォールローゼ壁内にまた巨人が現れたらしい。それも以前とは段違いの数の。偵察班によれば、
巨人の群れはウォールシーナへと一直線に向かっているようです。その中には先の騒動の際にも姿を現した獣の巨人の姿を確認したとの報告もあります。うん、やはり三兵団の総力を結集し緊急防衛線を敷くのが最善であろうな。はい、ウォールシーナの陥落は人類の滅亡を意味します。それだけは避けねばならない。我々が一致団結して人類の危機に立ち向かうか。面白くなってきたな。どうやら依存はないようだな。憲兵団は引き続き市街地で避難民の誘導を進めてくれ。駐屯兵団はピクシスを中心に緊急防衛線の準備を。調査兵団は偵察を続けろ。巨人の動向から目を離すな。エルヴィンどうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。お前たちはあの獣の巨人についてどう思う？ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は知性があるとしか思えないものだった。そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人にはない未知の力を持っているのかもしれない。それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルヴィン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。しばらく何もないよ。一大事だね。さあ行くよ。敵の数はどうだ？まあ、聞くまでもねえか。私たち、本当に最前線で戦うんですか？あんな大軍相手に、どうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら、人類は…注目！これより我々は、巨人との決戦に臨む。ウォールシーナの陥落は、すなわち人類の滅亡を意味する。ならば、我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆、心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。同行しよう。俺が先行しないとな。私も行くわ。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。戦してるの？もう世話の焼ける。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。よっはっほっへっへっはいたっほっやってやる。やっ巨人が邪魔だ。このままじゃ拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。
拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。頼むぜ。任せなさい。よっ、はい、はい、による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。あの辺だ、助けが必要だな。敵じゃねえんだよ。はい、打ちのめす。この怪我では。頼む、私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。打ちのめす。生みろ。ありがとう、無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。よし、倒した。よっ、はい、防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。あの縁談、助けが必要だな。はい、よっ、ほっ、俺が倒す。負けるわけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。頼むぜ、任せたぜ。わかった。こいつを殺しさえすれば投石はやむ。何としても倒すぞ。はい、班長。見ていろ、獣の巨人。お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。はい、シッ。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。よっ、タン。ほっ、いくぜ。リコさん、うまくやってた。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。シッ、俺が倒す。巨人が進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。なんとかして切り抜けないと。ありがとう、おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛線に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。ほっ、へっ、はい、はっ、はい、よっ、へっ、俺が倒す。はっ、やっ、黙みろ。はっ、へっ、はい、へっ、し、打ちのめす。獣の巨人、想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。いくぜ。ほっ、やってやる。よし、倒した。はい、たっ、ほっ、行くぜ。はっ、はっ、へっ、敵じゃねえんだよ。へっ、よっ、はっ、はい、し、
進。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。タヘン、はい、ハッ、ヘン、はい、ホッ、拠点を作れ。よっ、ハッ、ヘン、はい、よっ、ヘン、ホッ、ハッ、はい。戦での攻防は人類の優勢です。これで終わるとは思え。獣の巨人の狙いは何だ。シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。はっ、よっ、へん、壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。へっ、よっ、へっ、はい、あの縁談、助けが必要だな。兵長、続いてください。チッ、あのデカブツ面倒だな。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。このままじゃ、私も行こう。一緒に戦ってほしい。シン、エレン、俺が先行しないとな。同行するぜ。はい、ヘン、ハッ、ヘン、よっ、タッ、シン。このままでは防衛線を突破される。何としても死してよ。シン、ホッ、ハッ、よっ、ホッ、はい、シン、どちらです、ホッ。くそ、巨人などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。お願いします。頼むぜ。了解、下がるよ。やってやる、ハッ。おかげで助かったぞ。これならまだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。ハッ、ヘン、はい、ハッ、アウト、ホッ、よっ、ヘン、タッ、はい、ベルトルト、てめえは必ずぶっ殺してやる。いざ、よっ、はっ、お前らと決着をつけられる時が来たみてえだな。よっ、ほっ、はっ、やっ、
迷いはない。今度こそは必ず殺す。了解だ。シン。はい。多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。よっ、任せてくれ。分かった。よし、超大型巨人の足を止めた。やはりそれが狙いか。リヴァイ！クソが。おい、待て、エレン！エレン！目型奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。こんな時に立体機動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。それで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。待って、何するつもり？
世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ。今行く。結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。